KinKi Kids が、KinKi Kids は今夜 M ステ出演と25年周年イヤー第1代シングル、名曲フラワーを披露ということでございまして、11日放送、11ステーションに出演した KinKi Kids、テレビ放送予測系で、今日11時に生放送されミュージックステーション、背中を押してくれるエールソングスペシャルに出演する KinKi Kids ということなんですけどもね、夢や希望を失いがちな世の中でまた人とのつながりを前を向いて歩いていこうということでございまして、松本隆先生、いらない詩をね、丁寧に歌わせていただいたことなんですけどね、で、まあ、フラワーという曲もね、1999年の披露するっていう、まあそういう話なんですけどね。まあその他にも、岡本真代、KinKi Kids、高橋、パフューム、ファンキーモンキーベイビーズ、ワニマが出演すると思います。まあ、これについてね、まあ思うことなんですけどね、高一が完全に高見沢ですね。ってことですね。なんでかって言うとね、高一ね、結局高見沢リスペクトをしているようなところはやはりありますよね、やっぱね。まあでも、まあ、高見沢に、なりきれてないかなっていう気はしましたね。なんか、なんていうかね、もうちょっとキモさが足りないっていうか、まあ、剛の方なんですけどね、完全にね、これね、完全に、これ、江原正宏なんですよね。江原博之。なんか、占い師。完全にそうなんですよ。これもうね、完全に伊原博之ですね。はい。でもまあ、この後戦争時代に研究はしみる。フラワー倒る時代はほんとしみる。ちょっとよくわかんないですね。よくわかんない。でもまあ、なんていうか、まあ、ダパンプと共演してみる低身長でも。いや、ダパンプいつも低身長だけどな。全然わけわからんわ。まあ、そういう感じっすかね。はい。まあ、なんていうかね。M ステ、メンツ大して変わんねえな、10年前と。KinKi Kids が、KinKi Kids は今夜 M ステ出演と25年周年イヤー第1代シングル、名曲フラワーを披露ということでございまして、11日放送、11ステーションに出演した KinKi Kids、テレビ放送予測系で、今日11時に放送されるミュージックステーション、背中を押してくれるエールソングスペシャルに出演する KinKi Kids ということなんですけどもね、夢や希望を失いがちな世の中でまた人とのつながりを前を向いて歩いていこうということでございまして、松本隆先生、いらない詩をね、丁寧に歌わせていただいたことなんですけどね、で、まあ、フラワーという曲もね、1999年の披露するっていう、まあそういう話なんですけどね、まあ、その他にも、岡本真代、KinKi Kids、高橋、パフューム、ファンキーモンキーベイビーズ、ワニマが出演すると思います。まあ、これについてね、まあ、思うことなんですけどね、高一が完全に高見沢ですね。ってことですね。なんでかって言うとね、高一ね、結局、高見沢リスペクトをしているようなところはやはりありますよね、やっぱね。まあでも、まあ、高見沢に、なりきれてないかなっていう気はしましたね。なんか、なんていうかね、もうちょっとキモさが足りないっていうか、まあ、剛の方なんですけどね、完全にね、これね、完全に、これ、江原正宏なんですよね。江原博之。なんか、占い師。完全にそうなんですよ。これもうね、完全に伊原博之ですね。はい。でもまあ、この後戦争時代に研究はしみる。フラワー倒る時代はほんとしみる。ちょっとよくわかんないですね。よくわかんない。でもまあ、なんていうか、まあ、ダパンプと共演してみる低身長でも。いや、ダパンプいつも低身長だけどな。全然わけわからんわ。まあ、そういう感じっすかね。はい。まあ、なんていうかね。M ステ、メンツ大して変わんねえな、10年前と。KinKi Kids が、KinKi Kids は今夜 M ステ出演と25年周年イヤー第1代シングル、名曲フラワーを披露ということでございまして、11日放送、11ステーションに出演した KinKi Kids、テレビ放送予測系で、今日11時に放送されるミュージックステーション、背中を押してくれるエールソングスペシャルに出演する KinKi Kids ということなんですけどね、夢や希望を失いがちな世の中でまた人とのつながりを前を向いて歩いていこうということでございまして、松本隆先生、いらない詩をね、丁寧に歌わせていただいたことなんですけどね、で、まあ、フラワーという曲もね、1999年の披露するっていう、まあそういう話なんですけどね。まあその他にも、岡本真代、KinKi Kids、高橋、Perfume、ファンキーモンキーベイビーズ、ワニマが出演すると思います。まあ、これについてね、まあ思うことなんですけどね、高一が完全に高見沢ですね。っていうことですね。なんでかって言うとね、高一ね、結局高見沢リスペクトをしているようなところはやはりありますよね、やっぱね。でも、まあ、高見沢に、なりきれてないかなっていう気はしましたね。なんか、なんていうかね、もうちょっとキモさが足りないっていうか、まあ、剛の方なんですけどね、完全にね、これね、完全に、これ、江原正宏なんですよね。江原博之。なんか、占い師。完全にそうなんですよ。これもうね、完全に江原博之ですね。はい。でもまあ、この後戦争時代に研究はしみる。フラワー倒時代はほんとしみる。まあちょっとよくわかんないですね。よくわかんない。でもまあ、なんていうか、まあダパンプと共演してみる低身長でも。いや、ダパンプいつも低身長だけどな。全然わけわからんわ。まあ、そういう感じっすかね。まあ、なんていうかね。Mステ、メンツ大して変わんねえな、10年前と。KinKi Kids が、KinKi Kids は今夜 M ステ出演と25年周年イヤー第1代シングル名曲フラワーを披露ということでございまして、11時ちょうど11ステーションに出演した KinKi Kids、テレビ予算系で今日11時に生放送されるミュージックステーション、背中を押してくれるエルソーがスペシャルに出演する KinKi Kids ということなんですけどね、夢や希望を失いがちな世の中でまた人とのつながりを前を向いて歩いていこうということでございまして、松本隆先生、いただいてをね、丁寧に歌わせていただいたことなんですけどね、で、まあ、フラワーという曲もね、1999年の披露するっていう、まあそういう話なんですけどね、まあその他にも、岡本真代、KinKi Kids、高橋、Perfume、ファンキーモンキーベイビーズ、ワニマが出演すると思います。まあ、これについてね、まあ思うことなんですけどね、高一が完全に高見沢ですね。っていうことですね。なんでかって言うとね、高一ね、結局高見沢リスペクトをしているようなところはやはりありますよね、やっぱね。でも、まあ、高見沢に、なりきれてないかなっていう気はしましたね。なんか、なんていうかね、もうちょっとキモさが足りないっていうか、まあ、剛の方なんですけどね、完全にね、これね、完全に、これ、江原正宏なんですよね。江原博之。なんか、占い師。完全にそうなんですよ。これもうね、完全に江原博之ですね。はい。でもまあ、この後戦争時代に研究はしみる。フラワー倒時代はほんとしみる。まあちょっとよくわかんないですね。よくわかんない。でもまあ、なんていうか、まあダパンプと共演してみる低身長でも。いや、ダパンプいつも低身長だけどな。全然わけわからんわ。まあ、そういう感じっすかね。はい。まあ、なんていうかね。Mステ、メンツ大して変わんねえな、10年前と。KinKi Kids が、KinKi Kids は今夜 M ステ出演と25年周年イヤー第1代シングル名曲フラワーを披露ということでございまして、11時ちょうど11ステーションに出演した KinKi Kids、テレビ予算系で今日11時に生放送されるミュージックステーション、背中を押してくれるエルソーがスペシャルに出演する KinKi Kids ということなんですけどね、夢や希望を失いがちな世の中でまた人とのつながりを前を向いて歩いていこうということでございまして、松本隆先生、いただいてをね、丁寧に歌わせていただいたことなんですけどね、で、まあ、フラワーという曲もね、1999年の披露するっていう、まあそういう話なんですけどね、まあ、その他にも、岡本真代、KinKi Kids、高橋、Perfume、ファンキーモンキーベイビーズ、ワニマが出演すると思います。まあ、これについてね、まあ、思うことなんですけどね、高一が完全に高見沢ですね。っていうことですね。なんでかって言うとね、高一ね、結局高見沢リスペクトをしているようなところはやはりありますよね、やっぱね。うん。まあでも、まあ、高見沢に、なりきれてないかなっていう気はしましたね。なんか、なんていうかね、もうちょっとキモさが足りないっていうか、まあ、うん。剛の方なんですけどね、こう完全にね、これね、完全に、これ、江原正宏なんですよね。うん。江原博之。なんか、占い師。完全にそうなんですよ。うん。これもうね、完全に江原博之ですね。はい。でもまあ、この後戦争の時代に近畿はしみる。フラワー倒時代はほんとしみる。まあちょっとよくわかんないですね。よくわかんない。でもまあ、なんていうか、まあダパンプと共演してみる天使長だもん。いや、ダパンプいつも天使長だけどな。全然わけわからんわ。まあ、そういう感じっすかね。はい。まあ、なんていうかね。Mステ、メンツ大して変わんねえな、10年前と。